まず、こんなしでかした人間のためにあんな素晴らしい場所を用意してくださったアベマ TV さん、テレビ朝日さん、吉本興業さん、スタッフの皆さん、演者の皆さん、そして蛍原さん、本当にありがとうございました。出川さん、フジモン、泣かせてしまってごめんなさい。雨上がり決死隊を愛してくれた人たちをいっぱい傷つけてしまいました。本当にすいません。最後にフジモンに言われたことが全てです。全部僕のせいです。僕のせいで雨上がり決死隊というのはなくなってしまいました。